続きまして選手を代表してキャプテン伊藤博樹選手からサポーターの皆様にご挨拶申し上げます。伊藤選手よろしくお願いします。皆さんこんばんは。今日も寒い中たくさんの皆さんお越しいただきありがとうございます。今日も苦しい試合でしたけど、本当に皆さんの声援のおかげで勝つことができました。ありがとうございます。今年この日では本当に皆さんが満足するような結果を出せなかったんですけど、最後、2つしっかり勝つことができて、来年試合の参加ができたと思います。今監督もおっしゃいましたが、今選手たちは毎日一緒にサッカーに取り組んでいます。来シーズン今年の悔しい気持ちを巻き返すためにもっともっと精進して、来年とは皆さんと一緒に優勝カップを掲げたいと思います。今年1年間ありがとうございました。残り2試合、今4試合戻ってますので、またお会いの方よろしくお願いします。ありがとうございました。